ちらの三井アウトレットパーク北陸小矢部には北陸初出店のお店がたくさんあるんですが、その中の一つがこちら、東京日本橋で行列が絶えないと有名な江戸前天丼の金子半之助さんです。こんにちは。店内すごく落ち着いててとってもいい雰囲気ですよ。カウンターの席もあるんですけど、テーブル席もあって家族連れでも来れそうな気がします。とってもいい香りです。こちらなんですが、北陸小矢部店限定の白エビの天丼だそうですよ。すごいボリュームです。それではいただきます。美味しそう。天丼すごい大きさです。おお、白エビもたっぷり乗ってます。サクサク。白エビの香ばしさと甘辛いタレがとってもよく合います。噛んでくると白エビの旨味を感じますよ。実はこちらには半熟卵の天ぷらが乗ってるんですよ。揚げてあるので卵は半熟なんですけど、中までとってもあったかくて、この衣の香ばしさとご飯と半熟の卵がとってもいいハーモニーです。11月23日に行われる点灯式の場所を見に来たんですが、こちらがその会場になります。ここ一帯がキャンパスとなって光の跡が見られるそうですよ。どんな風景になるか楽しみですね。そして少し日も傾いてきたということで、この後私のおすすめのディナーのお店を紹介したいと思います。私がディナーにおすすめしたいお店はこちらの寺岡風車さんです。皆さんどんなお店か気になるかと思いますが、詳しいことは店内で説明しますね。それでは行きましょう。こんばんは、お願いします。わあ、すごい。そうそう、お願いします。うおー、ソースが踊ってる。こちらのお店、お肉は本当に高級なんですけど、店内はとってもカジュアルに肩肘張らずにフラッと入れそうな雰囲気でとってもいいですよ。居心地もいいです。こちらはですね、北陸の希少なブランド牛能登牛のステーキなんです。熱いうちにいただきます。肉汁がじゅわーっと染み出てますね。わー、すごく綺麗な色。柔らかい。これは食べると元気になるような、そんな味がします。おいしい。ごちそうさまでした。ステーキでお腹いっぱいになりました。でもデザートは別腹ですよね。こちらにはフードコートやまだ他のレストランもあるので、これからスイーツを探しに行きたいと思います。